暑い日が増えてきましたね。今回はこの時期に注意しなくてはならない熱中症と食中毒の予防についてお伝えします。皆さんもこれを見てしっかりと予防して夏を乗り切りましょう。それでは岩瀬さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。これから本格的な夏がやってきますが、毎年熱中症にかかる人というのはどれぐらいの方がいるんでしょうか。全国で5万と412人の方が熱中症で救急搬送されています、はい、これは27年度と比べると5000人ほど少なくはなっているんですが、まだまだ多いのが現状ですね。熱中症を避けるためには適切な予防が鍵になってくると思いますが、予防のポイントについて教えていただけますか。はい、大きく分けると4つあるんですが、はい、1つは服装の工夫です。通気性が良くって、汗を吸ってくれる乾きやすい素材を選んでください、はい、また外に出られる際には帽子ですとか、日傘でしっかり日よけをしていただくことが大切になります。2つ目がこまめな水分補給です。喉が渇いたと感じていなくてもこまめに水分を取ることが大切です。お風呂に入るときや寝たときなんかもかなり水分、汗をかいてしまいますので、寝る前、それからお風呂に入る前に水分を取るようにしてください。3つ目が室温の調整です。まず窓を開けていただくことが基本になるんですけれど、はい、1箇所ではなくて2箇所開けていただくと風通しがよく室内の温度が下がってくるかと思います。室温を目安ですが28度以下になるようにエアコンですとか扇風機を使ってください。高齢者の方などは我慢してエアコンをつけないという方も多いと聞きますが、高齢者の方はまず一つ温度を感じにくくなってきてしまいますし、汗をかきにくくなってしまって、はい、温度の調整が苦手になってくる方が多いので、自分が大丈夫と思っても早め早めに温度を管理していただくことが必要になります。4つ目、体調の管理が重要になってきます、はい、バランスのいい食事、それから睡眠、可能であれば日中にも休憩などをこまめに挟んでいただいて体調を万全になさってください。万が一熱中症の症状が出てしまった場合はどうしたらいいんでしょうか。はい、めまいですとか立ちくらみ、筋肉痛なんかの症状が出たときは日陰ですとか室内に移動していただけるといいかな。横になって安静にしていただくことが大切になります。エアコンや扇風機、うちわなどで風を体に当てることがとても重要になるんですけれど、お洋服の上からでも水分をかけていただいて、そこに風を当てていただくとより冷却効果があると思います。こうした対応でもどうしても症状が回復しなければ早めに病院に行っていただければと思うんですが、はい、自分ではもう水が飲めなかったりとか呼びかけに対する反応がおかしいようであればためらわず救急車を呼んでください。対応については総務省のホームページにも載っていたりするので、はい、対応をご自身でもぜひ確認していただいて暑い夏を乗り切っていただければと思います、はい、気温が高くなり蒸し暑くなると食品が傷みやすくなり食中毒を引き起こす細菌が増えやすくなります。夏の食中毒の主な原因である細菌は生や加熱不十分な肉に存在するカンピロバクターや魚介類などを汚染する腸炎ビブリオなどで、いずれも下痢や腹痛、嘔吐など様々な症状を引き起こします。というわけで続いては食中毒予防についてお伺いしました。それでは食中毒予防のポイントについて生活衛生課の白石さんと墨田区食品衛生キャラクターの墨田子くんにお話を伺います。よろしくお願いします。墨田子くん、食中毒予防のポイントについて教えていただけますか。つけない、増やさない、やっつけるなんですね、墨田子くん。はい、補足させていただきますと、食中毒の予防は調理や食事前に手を洗うこと、温度管理に注意すること、食材を十分に加熱することが大事なんです。特に鶏刺しなどの生や加熱不十分の鶏肉が原因の食中毒が多く起こっています。お肉はしっかり加熱したものを食べましょう。区では小さな子どもにも食中毒について知ってもらおうと冊子も作っているんですよね。はい、墨田子くんが登場する食品衛生丸×クイズや手洗い、料理を作る際の注意点が書かれた食品衛生冊子もあります。どうぞご活用ください。ご家庭で楽しく墨田子くんと一緒に食品衛生について学ぶことができるんですね。はい、
また食品衛生知識の普及啓発を図るため専門家による相談会を8月2日は東向島駅で、8月3日は錦糸町の楽天地ビルで行います。また8月14日から18日には区役所1階のアトリウムで食品衛生パネル展を行います。お気軽に会場までお越しください。食中毒を予防するために正しい知識を知っていただきたいですよね。そうですね。ね、墨田子くん、皆さん熱中症と食中毒のポイントはいかがでしたか？ポイントをしっかりと押さえて思いっきり夏を楽しみましょう。